店舗外観いきなり。ステーキは日本の外食産業企業ペッパーフードサービスが運営するステーキ専門の飲食店チェーン。店舗のロゴはいきなりロケット、ステーキのように簡単譜の部分がロケットの絵になっている。ただしレシート等ではいきなりステーキと表記されている。リブロースステーキを主に低価格であると標榜するステーキを提供している。予約不要の立ち食いスタイルを特徴としていた。2015年以降は一部店舗に事前予約可能な一席も導入しているほか、居抜き出店の店舗を中心に全席一席の店舗も展開している。平日ランチタイムを除いて、客が好みの肉の量を指定して店員がその場で切り分け、これを焼き上げて提供するオーダーカット方式を採用している。1グラム単位で価格が設定されており、ヒレステーキは200グラム以上、他のステーキは300グラム以上で注文する。成形肉は使用していないという。いきなり、ステーキの原価率は、急成長を遂げた2015年時点の報道によると 70% 以上と言われており、サラダや飲み物などを含めた全体でも 60% 程度とされていたが、2020年には原価率は 50% 程度と称している。現在の値段設定は同業ステーキ店と比べて突出して優れているわけでなく、他店とたびたびコストパフォーマンスの優劣が比較されるようになった。人件費抑制のため、50代以上のコック経験者を短時間勤務の形で多く雇用しているところも特徴。ステーキ専門店のため、他の業態に比べ、オペレーションがシンプルで、覚えることが少なく作業がしやすい点も高齢者に有利に働いているという。ペッパーフードサービスの創業者、一ノ瀬邦夫は、ステーキを低価格で提供するという構想を温めていた。2013年秋、セミナーで知り合った坂本隆が経営する俺のフレンチの立ち食い業態に関心を持ち、坂本に自らの構想を語ったところ、自分はステーキをやるつもりはないから、あなたが俺のステーキをやってみたら？と勧められたことを機に構想を実践に移した。2013年12月5日に東京都中央区の銀座4丁目に1号店をオープンし、急速なチェーン展開で2015年10月までに東京都内に46店舗、全国に64店舗を出店した。2016年8月2日に開店した恵比寿店で全国100店舗目を達成。2018年8月9日には全国300店舗となるニトリ富士吉田店を開店した。同年11月30日の秋田東通り店開店により、全47都道府県への出店を達成し、同日時点で366店舗を出店。直営店以外にフランチャイズ展開も行っており、2017年10月にはラーメンチェーン、幸楽苑を展開する幸楽苑ホールディングスが当チェーンのフランチャイジーとして契約を結び、同年12月より出店を開始したことで大量出店に火がついた。2015年5月18日から六本木店で午前4時までの深夜営業を行うようになった。2014年7月には利用金額ではなくステーキのグラム数を加算する方式の肉マイレージと称するポイント制度を導入する。消費した肉のグラム数に応じ来店ごとに指定のドリンクが無料となる来店特典、誕生月に指定のステーキが無料となるバースデー特典、ダイヤモンドカードシニアカードにおける優先入店特典等がある。2015年10月よりそれを発展させる形で独自のプリペイドカードも導入している。2017年2月23日にニューヨークイーストビレッジ店がオープンした。当初、海外への進出は2016年春を予定していた。アメリカ1号店では開店当初こそ、立ち食い、国際単位系のグラム単位量り売り、チップなしという日本のスタイルだったが、ほどなくアメリカの商習慣に合わせ、着席、オンス単位量り売り、チップありに変更している。2018年9月時点で、ニューヨーク市内に9店舗を展開する。アメリカでは、ステーキは特別な日にスーパーで買うか、高級店で食べるという習慣が根強く、手軽なステーキ店というニッチな市場開拓に苦戦し、2019年2月にはニューヨーク市内11店舗のうち7店舗を閉めると発表した。2018年11月3日、品川シーサイドフォレスト店にて、レストランにて24時間で販売されたビーフステーキ最多食数のギネス世界記録に挑戦する。提供メニューをワイルドステーキ 300g のみに絞りテイクアウトを不可とするなどオペレーションの効率化を図ったこともあり、1日で1734食を提供し、ギネス側から示された1000食以上の基準を満たしたことで、ギネス世界記録として認定された。店舗数を増やすことで売り上げを確保する戦略をとってきたが、飽和状態に達し、追い打ちをかけるように2018年4月に、既存店売上が減少に転じて、売り上げを減らした。2019年12月期第3四半期には赤字を計上するに至る。これを受けて一部報道では債務超過寸前とまで評された。さらにはお客様のご来店が減少しております。このままではお近くの店を閉めることになりますと苦境を表明する社長直筆のメッセージが全店舗に掲示される事態に陥った。2019年9月、17年5月に顧客からペッパーフードに寄せられたクレームが280件であったのに対し2倍超の671件を記録しブランドの既存が伺える結果となった。急激な店舗拡大による従業員の教育不足が原因とみられる。2019年11月14日、ペッパーフードサービスは12月期通期の連結業績予想の下方修正を発表し、7億3100万円の赤字に修正する。これを踏まえて自社店舗が競合する地域を中心に全店の1割弱にあたる44店の閉鎖を発表。2019年12月23日、26店舗を2020年1月13日に閉店することを発表した。しかし閉店を発表した横浜元町店や静岡駅前店などの一部店舗は現在も営業を継続している。2019年12月、注力商品、ワイルドステーキに対して、硬いという口コミを寄せた客に対して、社長が手書きの張り紙で、悪い口コミが店を台無しにしますとメッセージを残したことから、SNS ユーザーやリピーターを中心に批判的な声が上がった。他にも、朝礼の際の社員に番号をつけての点呼に対して、時代錯誤との批判が寄せられ、従業員の家族、友人の来店呼びかけには、生命保険の勧誘ノルマと似ているとの指摘がなされた。2020年2月16日、週刊、文春の取材により、都内の一部店舗にて、月100時間を超える外国人の不法就労をしていたことが発覚した。ペッパーフードサービスは、全面的に事実を認めた上で、該当店舗を運営していたオーナーとの業務委託契約を解除し、再発防止に努めるとの声明を発表した。2020年2月26日、ペッパーフードサービスは、同日の決算説明会にて、不採算点を整理するため、同年中に計74店を閉店することを発表した。なお、2019年11月に発表した、前日の44店の閉鎖は今回発表の、閉店に含まれている。2020年7月3日、ペッパーフードサービスは不採算店、計114店を閉店するとともに、アメリカで展開する子会社は、連邦破産法に基づく申請を行い、アメリカから撤退することを発表した。2020年12月1日、利益率の低いメニューの削減、ランチメニューの値上げ、ランクアップ制度の変更などのリニューアルが行われた。チェーン店のファンからは、解約、ヘビーユーザーの軽視などの批判の声が上がった。45都道府県に271店舗を展開している。山形県と福井県からは撤退した。また、2021年3月31日をもって、新潟県からも撤退した。店名が酷似する、模倣店が存在する。ありがとうございます。